広島大学の田村と申します。よろしくお願いいたします。本日の講習会ですが、今、皆さん見えておりると思いますけれども、こちらの、GitHub 上の、readme のファイルを、スクロールしながら説明してまいります。まずはじめに私の自己紹介を簡単にさせてください。私、広島大学の、ボノ・ヒデマサ特任教授の研究室に所属しております。昨年から、所属しておりますが、オープンサイエンスの重要性について叩き込まれておりまして、今回その関係もありまして、このような機会をいただきました。これまでの研究歴はこちらに書いておりますように、有機化学を学部生の時はやっておりまして、大学院以降は植物関係の研究に携わってまいりました。特に植物の作る多様な代謝物に興味を持って研究をしております。では、本日の講習の流れです。まずはじめに、受講される方へのお願いと注意事項をご説明します。その後、序論として、なぜ研究データの公開共有が重要かという話から始めて、このような内容をご説明してまいります。その後、後半は、実践編として、フィグシェアの使い方について、まずはフィグシェアのデータの中を検索する方法。で、その後に、フィグシェアにデータを登録していく流れについて、デモを交えながら説明していきたいと思います。で、こちらのデモと書かれた項目については、私が、実際のウェブサイト上での操作の様子をお見せします。で、こちら注意事項として特に重要な点ですけれども、研究データの公開は必ず関係者の許可、同意を得てから行ってください。研究室を管理している PI の方や指導教員の方、また一緒に研究を行っている共同研究者の方など、必ず許可と同意を取ってください。特に特許出願を予定しているデータでありましたり、個人情報が含まれるデータを公開してしまいますと大問題です。十分に注意して進めるようにしてください。本講習では研究データの共有について説明しますけれども、そのデータというのは公開しても差し支えない研究データという前提で話を進めてまいります。ではここから講習の内容に入ってまいります。まずはじめに、なぜ研究データの公開や共有が重要かということで、最初のイントロのご説明とも被る部分がありますけれども、代表的に言われていることを4つほどまとめてみました。一つ目は研究インパクトの向上ということで、データを公開している論文は公開していない論文よりも最大で 30% ほど引用されやすいという調査結果があります。二つ目は研究の再現性の担保と透明性の向上ということで、データを公開することによって第三者が検証実験を行うことが可能になり、研究の再現性の担保と透明性の向上につながります。三つ目が科学の発展に対する貢献ということで、公開されたデータを利用することで、仮説の立案から検証までハイスループットに実施する、データ駆動型の研究というのを行うことが可能になります。で、データ駆動型研究の有名な例としては、iPS 細胞の樹立に必要な山中4因子と呼ばれる4つの転写因子がありますけれども、こちらは理化学研究所のファントムデータベースを使って見出されたことが知られています。最後4つ目は、論文の引用、論文引用されることが、研究業績として認識されているのと同様に、研究データも引用されて研究業績として認めていこうという流れもあります。で、ここで次にデータ共有の原則で最も重要なフェア原則というものについてご説明します。フェアとは、ファインダブル、見つけられるの F。アクセスできる、アクセシブルの A、総合運用できる、インターオペラブルの I、再利用できる、リユーサブルの R という、この4つの英単語の頭文字を取って、フェア原則と言います。データの公開や共有の適切な実施方法を表したものです。フェア原則の正式な日本語版というものが、こちらの NBDC の研究チームの
和訳というものがありまして、ちょっと今共有しておりますけれども、まあ、全文の方でこのように、まあ、いわゆる邸宅道型でこうカーブを新しい発見をしていこうという、まあ、そういうためにこういう運用、原則が必要ですよということが書かれておりまして、その下、今4つ FAIR ありましたけれども、それぞれさらに細かい、要件条件というのが記載されています。このように全部で15個、より具体的な基準というのが定められています。で、この中で特に最も重要と言われているのがこの F の1番目です。メタデータがグローバルに1位で永続的な識別子 ID を有することとあります。これについて少し詳しく見ていきたいと思います。これが研究データを共有する上で外せない条件になるんですけれども、具体的にどういったものがこのグローバルに1位で永続的な識別子と言えるか、例えば塩基配列データ、まあ、遺伝子の配列を決めたり、RNA シーケンス、まあ、次世代シーケンサーとかを使って、取得した生データを、DDBJ を通じて登録したご経験のある方たくさんいらっしゃると思いますが、その DDBJ に登録するとアクセンション番号というのが発行されると思います。まあ、これはこのアクセンション番号が ID でして、その ID を知っていればそのデータがユニークに定まって、しかも、データに、永続的にアクセスできると、そういう条件を満たしています。で、より一般的には DOI、デジタルオブジェクトアイデンティファーと呼ばれる、デジタルコンテンツに付与される国際的な識別子が使われます。この DOI、論文の検索されたりするときに、まあ、論文を引用するときとかに見られた方が多いと思いますけれども、まあ、仕組みとしては、例えばこういう 10.1234 スラッシュ ABCDFG という、まあ、仮の DOI があったときに、この HTTPS から始まる URL の形式にして、ウェブブラウザに入力すると、この DOI システムの方で、実体の、データの実体が存在する場所の URL に自動で変換してくれて、このユーザーの人は、そのデータのある場所にアクセスできると。で、この時に、このデータを提供している人が、このデータの置き場所、サーバーが変わったとか、そういった時に、リンク切れを起こさない。まあ、変更した時に、こういう、変換テーブルをですね、更新してくれることによって、永続的に、そのコンテンツの場所が変わっても、リンク切れを起こさずにアクセスできる。そういった仕組みが、作られています。では、こういったその永続的な ID を持った形でデータをどのように登録したらよいかということで、ここで登場するのが、データリポジトリというものになります。データリポジトリとは、データの置き場、保管場所のことです。研究データの種類に応じた適切なリポジトリに登録することで、先ほどのペア原則の一番最初の重要な項目であるグローバルに1位で永続的な識別子が付与されます。データに応じた適した専用のリポジトリがあれば、それを利用するのが第一の選択肢になります。で、先ほど少し触れました DDBJ に塩基配列データを登録することもデータリポジトリの一つです。で、他にも研究分野リポートにも特定のデータを格納するリポジトリというものが用意されておりまして、詳しくは、例えばこちらのサイエンティフィックデータ誌がデータリポジトリガイダンスというものを公開しておりますので、こういったものを参考になさってください。ただ、こういった専用のリポジトリが存在しないデータというのも多数存在すると思います。そういった時にどのようにして永続的な ID を付与して登録するかということですけれども、最初の2つは自らデータベースを構築する方法になります。自ら構築してそこに DOI の付与する、DOI を申請して運用するということもできますけれども、これは自分たちで長期的に研究データを管理する体制を構築する必要があります。まあ、かなりレベル難易度、ハードルが高い方法になります。もう一つは、自らで構築したデータベースを、
NBDC の生命科学系データベースアーカイブというのがありまして、まあ、そこに帰宅することによって、このデータベース単位で GUI を付与していただくことができ、まあ、それによって、自ら構築したデータベースを永続的にアクセスできるようにするという、そういう方法もあります。で、三つ目の方法が本日の講習の内容、メインの内容になるんですけれども、PIFCI などの汎用リポジトリ、英語ではジェネラリストリポジトリと言いますが、それにデータを登録するというものです。まあ、これは何がいいかと言いますと、自らデータベースを構築することなく、あらゆる形式のデータを登録することが可能になります。そして、登録したデータには DOI が付与されて、先ほどのフェア原則に則った永続的なアクセスが、この、リポジトリの方で担保してもらえるということになります。では、ここからは、汎用リポジトリについて少し掘り下げて説明していきたいと思います。まあ、代表的な汎用リポジトリ、たくさんあるんですけれども、まあ、論文の出版社の投稿規定とか、あとはまあ大学図書館などでの説明を見ますと、先ほどのアンケートの選択肢にも入れた3つの PIFCI、ドライアット、ゼロドが、まあ、代表的なツールとしてよく紹介されている印象です。で、これらのうち原則無料で使えるのが PIFCI とゼロドになります。ドライアットは契約のある研究機関あるいは出版社経由以外ですとこのようにデータ登録料が必要になっています。一方の PIFCI とゼロドは誰でも、無料で利用することができて、1ファイルあたりの上限は PIFCI が 20GB、ゼロドが 50GB と、まあ、ゼロドの方がより大きいファイルを登録することができます。ただ、今回は PIFCI について主に説明していくんですけれども、まあ、個人的に PIFCI の方が優れていると思える点としては、まあ、データにアクセスされやすい、その登録したデータにアクセスされやすい仕組みが随所に見られるかなというふうに感じます。PIFCI の方は、ファイルのプレビュー機能が流通しておりまして、このウェブブラウザー上でいろいろな形式のファイルをプレビュー、ダウンロードすることなく見ることができます。まあ、その機能が特に充実しています。また、PIFCI の方には、ユーザーのプロフィールページというのがありまして、まあ、その研究者が登録したデータの一覧というのを見ることができます。参考までに、まあ、より詳しく汎用データリポジトリについて、知りたい方はこのような比較表なども参考になさってください。で、まあ、こういった汎用リポジトリをどういう場面で使うのかという話なんですけれども、まあ、あらゆるデータを登録することができるのですが、まあ、最近特に登録、こういったものを使う場面として言われてきているのが論文のサプリメンタリーインフォメーションになります。まあ、この英語のこちらのサイトで、まあ、最近サプリメンタリーデータをリポジトリに、データリポジトリに登録が進んできてますよという解説になるんですけれども、まあ、このツイッターのやり取りで見ると、まあ、最初の研究者の方が、あるジャーナルに投稿したけれども、そのサプリの方へのリンクが、サイトのアップデートで壊れてしまって見れなくなってしまった。で、まあ、それに対して、この2人目の研究者の方は、DOI をつけて、まあ、データバース、PIFCI、まあ、PIFCI などのリポジトリに登録してみたらどうかっていう、そういうやり取りにされています。まあ、ここにあるように、このデータリポジトリにサプリメンタリーインフォメーションを登録すると、まあ、そのサプリのデータにも DOI をつけて登録できるために、上のように出版社の都合などでアクセスできなくなる、そういう恐れがなくなります。で、もう一個重要な点が、機械可読な形式でデータを登録できるということです。まあ、機械可読、すなわちコンピューターが自動的に読み込んで処理できるという意味になりますけれども、まあ、論文投稿時に添付ファイルとして登録する場合は、模表のデータも含めて PDF などに変換して、登録することがよくあると思います。まあ、そうしてしまうと、その表のデータを後から別のプログラムで処理するといった、そういった使い方が難しくなってしまうので、その後々データを使う人が使いやすい
なるべく生のデータに近い形で登録できるというメリットがあります。で、三つ目が、そのサプリメンタリーのデータにも、この DOI が付けられますので、そのデータ自体を他の方の論文に引用してもらうことができる。で、実際にこの出版社の投稿規定でも、最近はリポジトリへの登録を義務付け、あるいは強く推奨する流れが出てきておりまして、例えば F1000 リサーチでは、サプリの添付を受け付けずにレポジトリの引用が必須になってますし、プロスジャーナルの場合はリポジトリの引用を強く推奨していて、サプリメンタリーインフォメーション添付も可能ですけれども、このデータは出版社側でフィグシェアに自動でアップロードされるというふうになっています。では、論文投稿の際に、まあ、データ、サプリメンタリーデータも含みますけれども、そういったものをどのようにしてデータリポジトリに登録するかということで、ここで2つの方法を紹介したいと思います。1つ目は、論文投稿プロセスの中で提携しているリポジトリに登録するというものです。実際、FigShareは30を超える出版社と提携しておりまして、FigShareにすでに登録されているデータというのも、このようにパブリッシャーと書かれている出版社経由で登録されたものが圧倒的に多くなっています。なので、投稿予定しているジャーナルがこういったフィグシェアなどと提携していた場合には、そのリポジトリ、論文投稿と同時にリポジトリへの登録を済ませることができます。一方で、まあ、論文投稿とは別に、まあ、論文投稿先がこういうフィグシェアなどに対応していなかったりとか、まあ、対応しているものがあるけれども、まあ、自分はフィグシェアに絶対登録したいと、そういう好きなリポジトリに登録したいという場合には、個別にデータを登録して、論文中でその DOI を引用するという方法があります。まあ、この場合、データがその論文アクセプトされる前に公開されてしまうんじゃないかという懸念を抱かれる方もいらっしゃるかと思いますけれども、査読中に非公開にした場合には、プライベートリンクというのを作ることができますので、それを査読者に共有して対応することもできます。で、DOI とともに論文中で引用するということで、まあ、実例として、これはネイチャーコミュニケーションズのとある論文の例なんですけれども、まあ、この論文では、論文のメインのフィギュアとサプリメンタリーマテリアルに入っている、まあ、グラフのデータがあるんですけれども、そのグラフを描画するのに必要な数値のデータ、その生データをこのフィグシェアにアップロードして、そのフィグシェアの DOI をこのように論文中で引用しています。まあ、これによって論文からフィグシェアのデータにアクセスできるようになっています。では、ここまでのまとめになります。まず、論文だけでなく研究データも公開して共有することが求められるようになってきています。でその際には、ペア原則にのっとってデータを共有することが重要です。で、データの種類に応じた専用のリポジトリがある場合にはそちらに。まあ、ない場合には、フィグシェアなどの汎用リポジトリに登録することが推奨されています。では、ここから、講義の後半で、フィグシェアに絞りまして、その特徴であったり、使い方を、説明してまいりたいと思います。まず、フィグシェアの特徴ですけれども、まあ、先ほども述べましたが、無料のアカウントで 20GB までのファイルをアップできるということで、まあ、ほとんどの研究データは、容量的には問題ないと思います。で、まあ、この容量というのも、下書き状態の時には、まあ、合計 20GB まで制限があるんですけれども、公開されたファイルの容量は無制限になりますので、実質的にデータファイル量の上限というのは存在しないことになっています。で、データを公開する前から DOI を予約することができます。なので、その予約した DOI を論文の方に先に書いておくこともできます。で、データを公開すると DOI が有効になるんですけれども、これまでの経験上、これは即座に有効になっているという。論文のジャーナル、論文誌でも、DOI が即座に有効にならないことって結構あると思うんですけれども、フィグシェアのすごいところは、公開するとすぐに DOI が有効になっています。で、あとはまあウェブブラウザ上で、
多くのファイル形式のプレビューが可能になっています。では、ここからデモとして、FigShareの中を検索してみます。これはアカウントは不要ですので、皆さん、もしよろしければ一緒にやってみてください。では、使い方の一例として、Google 画像検索のように、白いナズナ、アラビドプシスの画像を探してみましょうというのをやってみます。まず、こちらから、FigShareのトップページにアクセスしますと、このようなページになると思います。一番上の方は検索ボックスになってますので、すいません。アラビドプシス、アラビドプシスと入力して、検索しますと、このように検索結果が表示されています。右側に今は関連の順に結果が並んでいまして、これはデータの新しい順番とか、引用されたデータの件数順とか、いろいろ変えることができます。で、右側のカラムが絞り込みを行うところになって、アイテムコレクション、プロジェクトとか、カテゴリーで絞り込んだり、アイテムタイプ、ソース、ライセンスなど、様々な条件で絞り込むことができます。で、ここで、絞り込みの一例として、Google 画像検索の使い方をしてみようということだったので、白いナズナのもうイメージ画像みたいなものを撮りたいなというふうにやってみたいと思います。アイテムタイプ、フィギュアのものを持って、そういうものはフィギュアで登録されていると思うので、フィギュアにして、あとソースとして、論文投稿と一緒に登録されたものではなく、直接 FigShareに登録されたもので、この2つの条件でチェックを入れて、Apply Filter というのを押すと、このように、検索結果が絞り込まれます。で、結構こう、植物の写真だったり、イメージ画像、イラストなんかも、出てきてますね。で、今、390件表示されてますけれども、ここに表示されているものは、全部、ライセンスが CC by 4.0 か CC0 という。ちゃんと引用元を表記すれば問題なく使えるライセンスのものしか載っていないというので、安心して、自分のプレゼン資料とか使うこと、引用することができるというものになります。では、個々のデータのページをちょっと見てみようと思います。今、こちらにアラビドプシスインフロレッセンスという、白いナズナの綺麗な花の写真がありますけれども、これをちょっとクリックして見てみようと思います。そうすると、上の方にプレビュー表示出てきていまして、下の方にいろんなデータが出てきています。で、今タイトルがあって、このサイトっていうところを押すと、このファイルで、このデータ、アイテムですね。アイテムの引用するときの形式とか、DOI の URL だけをコピーすることなんかができます。で、このダウンロードを押すと、ファイルがダウンロードできますし、シェアというところは、これは SNS だったり、メールでこのリンクをシェアすることができます。その他、いくつかありますが、他、ここで紹介するものとしては、こちらはメタデータですね。この登録した方が入れた、この画像を、データを説明する内容になります。で、オーサーの方のページを見ると、このオーサーの方が他に登録したデータも閲覧することができます。で、右の方に、見られた回数とか、ダウンロードされた回数なんかが表示されていて、あとは、カテゴリーとか、キーワードっていうのは、これは、データ登録する人が、登録したものになりますけれども、これをクリックすると、同じカテゴリー、あるいは同じキーワードを持っているデータにアクセスできます。ライセンスが、これ CC by 4.0 というライセンスになってますけれども、これを、ライセンスのところを開くと、クリエイティブコモンズのライセンスのページに飛びまして、この条件、CC by 4.0 の条件では、こういう条件のもとに使うことができますよという。
まあ、基本的にはちゃんと適切なクレジット表示をすれば、自由に使うことができるというライセンスになっています。で、最後、ここのエクスポートと書かれているところは、レファレンス、文献管理ツールなんかに、このデータを取り込むときに使う形式で、そのデータをダウンロードすることができます。では、スライドの方、資料の方に戻ってまいりますが、今、ここまで説明しました。で、ここで今少しライセンスの話が出たんで、少しライセンスについて詳しく説明したいと思います。まあ、フィグシェアに登録されているデータのライセンスは多岐にわたってまして、まあ、全データのライセンスを多い順に並べてみますと、一番多いのは CC by 4.0 というもので、先ほども、述べました適切なクレジットの表示のみが求められるライセンスになります。で、多くのものは、このクリエイティブコモンズライセンスで指定されているものが多くて、2番目に多いの NC というのがつくと、ノンコマーシャル、非営利利用であれば使っても良いという、そういったライセンスになります。なので、フィグシェアで、探したデータを引用して使おうという場合には、こういったライセンスのところの絞り込みを行うことで、利用可能なライセンスだけを絞り込んで表示するという、そういったことができます。では、ここからは、フィグシェアにデータを登録する流れについて説明していきたいと思います。全体の流れとしては、まあ、まず、このデータ登録にはアカウントの取得が必要になります。で、オプションですか、プロフィールのページに情報を追加することができます。で、登録したいデータのファイルをアップロードして、メタデータ、そのデータを説明する情報を入力します。で、一時保存とか DOI を事前取得して、プレビューで、適切に登録されているか確認して、最後問題がなければデータの公開という流れになります。この一時保存の段階までであれば、この、登録したデータのアイテム全体を削除することができるんですけれども、データを公開すると、このアイテムの削除っていうのができなくなりますので、最後公開するところは慎重に行ってください。では、フィグシェアのアカウントの取得の手順ですけれども、まあ、フィグシェアのトップページに、上部のところのサインアップというところからアカウントの取得ができます。ここをクリックしていただいて、必要事項を入力します。名前とか、E メールアドレス、あとパスワードを入力していただいて、契約への同意を行って、サインアップナウというところをクリックすると、確認メールが届くはずですので、その中のアクティベートアカウントというところをクリックして、登録完了というのが流れです。で、アカウントを作りますと、プロフィールページというのが作られます。まあ、そこをログインした後に、この上部のアイコンマークですね。そこをクリックすると、このいうプロフィールというコーナーが出てきますので、そこを選択すると、プロフィールを設定する画面に届くことができます。初期設定では、名前だけです。名前のみが必須項目になっていて、それ以外の項目ですとか、プロフィール画像の設定は任意になっています。で、また、アカウント作ると、まあ、大きい人のアカウントと連携するかというのは求め、書かれます。その大きい人との連携についてなんですけれども、まあ、そのアカウント、大きい人のアカウントとフィグシェアのアカウントをリンクさせると、その大きい人上の、まあ、ご自身の論文、発表した論文の内容とか、文献のリストとか、そういったものを、フィグシェアの方にも登録することができます。まあ、フィグシェアのプロフィールのページに大きくのリンクが貼られるっていうのは、まあ、これはちょっと私のページなんですけども、まあ、このように、大きくの ID の方にリンクが貼られるのと、またその大きくの ID からフィグシェアのプロフィールのページにデータを取り込むという設定をすると、まあ、このようにパブリケーションのリストが登録されるようになっています。まあ、ただ、まあ、ここから個々のパブリケーションにリンクするという機能までは盛り込まれていないので、
まあ、このあたりを、設定をどのようにするかは、各自の、ご自身の好みに応じて、設定いただければというふうに思います。まあ、設定する欄がこの3つありまして、まあ、私はそのオーキッドの情報をフィグシアのプロフィールに反映させるという、まあ、2番目のところだけをオンにしているんですけれども、まあ、最初の1番目のプッシュデータトゥーマイオーキッドというところをオンにすると、これはフィグシアの方に登録したデータのアイテムの情報をオーキッドに反映させるという、そういう機能になります。このあたりは、オーキッドの方に載せるものを論文だけにするとか、そういう使い方をされている場合には、この最初の選択肢はオフのままにされた方が良いかと思います。では、続いてですね、データを実際に登録する方法というのをデモンストレーションでやってみたいと思います。まずですね、ファイルをアップロードするところからやってみたいと思いますが、すいません。今、ここに、今日ちょっとデモ用のファイルというのを用意しています。で、フィグシアのトップページでログインすると、おそらくこういう、ログインした後、こういう画面になりますので、アップロードというところをクリックします。そうすると、このように、ドラッグファイルスというアップロードという、この点線で囲まれたコーナーが出てきますので、ここに、このデータをドラッグして、やりますと、このように、自動的にメタデータを入力する画面というのが開きます。今、ファイルの名前というのが最初初期設定で入っているんですけれども、このタイトルのところは、まあ、よりデータを適切に示すものに変えていただいて、その他、まあ、この緑色の項目というのは全部入力しないとデータの公開ができない、内容になります。で、まあ、今ファイル1個アップロードした状態ですけれども、追加でファイルをアップロードしたいというときには、ここの点線のところにドラッグ、ドロップしたりとか、でこのブラウズというところを押して、パソコン上のファイルを選ぶこともできます。で、アップロードしたファイルを削除したり、このデリートしたりとか、並び替えなんていうのも複数アップロードした後には、この上部のコーナーで行うことができます。オーサーズのところは、これは、追加で、協調の方を追加することもできますし、カテゴリーというところは、これは選択する形式になります。このように分野別に、例えば、まあ、バイオロジカルサイエンスとかで、こう、何かキーワード、カテゴリーを選ぶことができます。で、アイテムタイプというのがありまして、まあ、よく使うのが、論文のサプリメンタリーインフォメーションとかですと、データセットというものを使うことが多いかと思います。表形式のデータとか、まあ、実際には表とフィギュアが混ざったり、そういったものでもあっても、このままデータセット登録することができます。まあ、フィギュアだけだったり、プレゼンテーションだけとか、そういった場合には、それぞれ選ぶことができます。この i と書かれたところを押すと、まあ、これのように、この種類どういったものですかっていう説明も見ることができます。キーワードのところは、まあ、例えばアラビドプシスとか入れると、またブルブズ、部分入力すると、いくつかサジェスト表記されますし、まあ、サジェストされていないキーワードを入力して選ぶことも、可能になります。で、ここのディスクリプションというところが非常に重要になりまして、まあ、データを、このデータを使う人が、適切に使ってもらえるように、このデータがどういうものなのかっていう、それを詳しく書く欄になります。ここは自由記述になっています。で、ファンディングとかレファレンスとか、このあたりをあれば記入していただいて、ライセンスは、初期設定は CC-4.0 という、クレジットの表記を、だけが求められる条件になっています。まあ、その他、CC0 という、ライセンスを放棄するという形のライセンスも選ぶことができますし、
MIT とか GPL、Apache といったソフトウェアとかコード関係のライセンスも選択することが可能になっています。で、この、あとはいくつかの機能を紹介しますと、Generate Private Link というところをクリックすると、このリンクを使って公開していない状態でデータを共有することができます。あとは、Reserve Digital Object Identify。これが DOI を発行する機能になります。そうすると、もうこのように公開する前に DOI を知ることができます。この DOI、公開しないと有効にならないんですけれども、先に公開された時の DOI を知ることができますので、これで論文の執筆に生かすことなどができます。で、こちらにプレビューアイテムというところがありまして、ここをプレビューを押すと、アイテムをプレビューすることができます。後で少し詳しく見ていきたいと思います。で、この下書き段階であれば、このデリートアイテムというところを押せば、今入力した内容とかファイルをすべて消すことができますけれども、これがデータを公開した後、パブリッシュにチェックをして、公開というふうにやると、すぐに公開されるんですけれども、その後だと、このデリートアイテムができなくなってしまうので、十分に注意してください。では、このデータのプレビューについて、ちょっと別に用意して、デモ用にすでにファイルをアップロードしたものがあるので、こちらを使って、プレビューアイテムをしてみたいと思います。そうすると今、同じ内容のファイルをアップロードしてみたんですけれども、これデータは、アンサンブルプランツというサイトから、バイオマートというのがあるんですが、そこで遺伝子の、シロリナズナの遺伝子の ID と転写物、トランスクリプトの ID、遺伝子名、ジーンネームとジーンディスクリプション、この4つの情報を表にしたものです。それを CSV 形式で、CSV、カンマクキーですね。カマクギー形式でダウンロードしたものを、.csv というカマクギリの拡張子をつけて登録すると、このようにプレビューされます。きちんと表としてプレビューされるのは、カマクギリファイルを、CSV でという拡張子をつけて登録した場合です。同じファイルでも、圧縮してしまうと、残念ながらプレビューすることができません。また、カマ区切りの内容でも、拡張子をドットテキストにすると、フィグシェアの方で、カマ区切りというふうに認識されないようでして、このような、先ほどとは違った表としては、プレビューされない形になってしまいます。ですので、フィグシェアでこう、プレビューされるということを考えますと、容量的に圧縮せずに登録できるものであれば、カマ区切りのファイルを .csv で登録するというのが一番おすすめかなというふうに思います。で、タブ区切りテキストというものも、よく、テーブル、データのスプレッドシートで使われると思いますけれども、ただこの場合は残念ながら FigShare では、タブが、区切られずにこのように一列になってプレビュー表示されてしまいます。ダウンロードして使ってもらう分には問題ないですけれども、FigShare でプレビューしてもらいたいという場合には CSV 形式で登録することをお勧めします。あとは表形式で Excel 形式のファイルをそのまま登録するということもあるかと思います。それでも FigShare 上では表としてプレビューされます。ただ、Excel の場合は、遺伝子名が、Oct4 が10月4日に変換されてしまうみたいな、そういう問題が生じることもありますので、そのあたりは、登録するデータに合わせて、注意していただければというふうに思います。で、プレビュー問題ないなというふうに確認したら、あとは、メタデータとかですね、このサイテーションのボタンを押して、引用してもらった時の形式が、きちんと表示されているかという、そういったことを確認することができます。この状態ではまだプライベート、非公開の状態ですので、自由に修正とか、そういったことが可能になっています。
今、講義資料の方に戻りましたが、そうですね、今、プレビュー表示の確認というところを、一緒に見ていただきました。続いて、フィグシェアのアイテムとコレクションというお話をしたいと思います。フィグシェアの今、このデモでお見せしたものというのが、アイテムと呼ばれる単位でして、一つの DOI が付けられて公開される単位を、フィグシェアではアイテムというふうに呼んでいます。で、このアイテムの中には、一つ以上のファイルを含めることができます。一方で、個々のファイル、複数のファイルを登録したい場合に、個々のファイルに一個ずつ DOI を付与したいという場合もあると思います。そういった場合には、ファイルごとにアイテムを作成して、関連するテーマのもの、同じ論文のデータをまとめるとか、そういった場合には、その複数のアイテムをコレクションとして束ねることもできます。そうすると、ファイルごとの DOI と、このコレクションの DOI というものが、それぞれ付与されます。詳細はこちらの方に説明がありますので、ご覧になってください。で、あとは、一応、アイテムやコレクションには上限が定められています。で、このフィグシェアの無料のアカウントですと、アイテム数500、コレクション数100という制限があります。通常の使い方をしていて、この制限に達するということは、すぐにはないと思いますけれども、一応こういった数の上限というのがあるということを、ご承知していただければというふうに思います。で、プレビュー表示とかをいろいろ確認して、問題ないことを確認いただいたら、データの公開、パブリッシュという流れになります。で、先ほどの、でもですね、このデータを、メタデータを編集する画面でパブリッシュにチェックして、こうクリックするとデータを公開するというふうになります。公開した後はアイテムの削除ができなくなりますので、十分に注意してください。で、公開されたアイテムの容量というのが、ユーザーのストレージ容量が解放されるようになっています。今、そうですね。公開したデータの分、ここに見ていただければわかると思いますけど、緑色の方はすでに公開していたデータで、そのデータの容量の分は、このストレージの上限かには反映されていないという。下書き状態のデータの容量だけが 20GB という制限を受けることになっています。で、データを公開した後ですね、データ公開した後も修正することは可能です。メタデータを修正したり、ファイルの追加削除、差し替えなどを行うことができます。で、これもログインした後に、マイデータの一覧から編集画面を開いて編集して、修正を一時保存したり、また修正した内容についてもプレビュー表示を行って、公開前に確認することができます。で、それで問題なければ、修正画面の下のパブリッシュチェンジというところにチェックを入れて、そのデータを修正したバージョンを公開することになります。軽微な修正、説明書きを少し変えたとか、レファレンスを追加しただけとか、そういったものであればバージョン変わらないんですけれども、それ以外、ファイルの差し替えとか、修正を行うと、新しいバージョンが付与されるようになっています。で、その場合、古い修正前のバージョンとともに残るようになってまして、例えば、こういった形でですね、今、バージョン17まで来ているデータというのもあったりしますが、これは遡って古いバージョンの方にもアクセスすることができるようになっています。ただ、バージョンの上限数というのが50というのがありますので、むやみやたらに修正を加えてしまうと、その制限に引っかかることもあるかと思いますので、そのあたりはなるべく少ない修正に留めた方が良いかと思います。では、最後、講義のまとめに移りたいと思います。まず一つ目は、論文だけでなく、付随する研究データや図表というのも、科学の発展に重要なものです。データの種類に応じた適切なリポジトリを選択し、フェア原則に則って、再利用可能な形のファイルを登録することが求められています。あらゆる種類のデータを登録できるリポジトリとして、今日ご紹介したフィグシェアなどの汎用リポジトリがあります。
で今回、本日は、代表的な汎用リポジトリ、FibCR の使い方の一例を説明しました。今回説明できていない部分もたくさんありますので、より詳しくは FibCR の入力画面上のヘルプであったり、また FibCR のヘルプページ、こちらのリンクから多分、見ることができますけれども、こういったものを参照なさってください。以上で、私の、説明を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。